Franzugode nijuroku no jishika nai desu. Kono nijuroku no ji no uchi de shin to boin ga arimasu. Nan desu ka? Boin wa e roku no ji ga arimasu. AEIOUY. Franzuji ni totte boin wa utsukushi hatsuan ga suru. Iyasui. Daitai ji no namae to yomikata wa onaji. Tatoeba, この字の名前は、あ、この字の読み方も、あっていう発音がする。この母音の名前は、う、この母音を読むときにも、うっていう発音がする。うはう、おはお、いはい。ただ、y だけは読み方と字の名前は違います。字の名前は、y、しかし、この字の読み方は、いという発音がする。フランス人にとって、美しい発音で言いやすい。しかし、少ないので、たくさんの違う言葉がなかなか作れないです。足りないです。他は、シーンがありますね。シーンは20個の字があります。B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. フランス人にとって、シーンの発音は美しくないです。言いにくい、発音は作りにくいです。字の名前と読み方は違います。例えば、このシーンの名前は、べ。しかし、このシーンを読むときに、ぶという音がする。ぶという発音です。このシーンの名前は、で。この字の読み方は、ど。どという発音、ただの音に過ぎないです。フランス人にとって、ブ、ド、美しくない。他は、例えばこの字の名前は、か。この字の読み方は、プっていう音がする。シーンは20個があるから、たくさんの違う言葉が作れる。しかし、言いにくい発音、作りにくい発音。だから、美しくない言葉ばっかりになります。その上になかなか読めない言葉になります。例えば、シーンだけで言葉を作ったら、ブルクプルツプト。言いにくい。美しくない。フランス人は美しい発音が欲しいです。母音は美しい発音がするけど、少ない。シーンは多いけど、美しくない発音がする。だから考えたのは、シーンと母音を集めて、言いやすくて美しい発音がする音節を作りました。フランス語の基本は、シーンと母音を集めて、シーン母音のカップルを作ります。これは基本の音節です。読みやすくなるだし、発音も十分美しいです。たくさんの違う音節が作れるので、たくさんの違う言葉が作れる。まず、音節を読んでみましょう。この音節は、べっていう子音と、あっていう母音があります。まず、べっていう子音の読み方は、ブっていう発音がする。音がする。そして、アの読み方は、ア。一緒に読んでみましょう。ブ、ア、ブ、ア、ブ、ア、バ。本当に一緒にスムーズに読むと、バになります。バ。日本語のバみたいですね。他の音節をしましょう。このシーン母音のカップルは、
そしてお、この字の名前は M、この字の読み方はうという音がする。そして次の母音の名前はお、読み方もお。一緒に読んでみましょう。も、ん、お、も、もと読みます。この新母音のカップルはもと読みます。そして他の音節を読んでみましょう。この音節は、てっていうシーンとおっていう母音があります。てっていうシーンの読み方は、っていう音がする。そしておはお。一緒に読むと、と、お、と、お、と、と、と、になります。これはフランス語の基本の読み方です。子音と母音必ず一緒に読んでください。そして言葉を作るには子音母音のカップルを集めて言葉を作る。例えば、ラモト、ラモト。この言葉の意味はオートバイという意味です。他の言葉で練習しましょう。この音節は、る、る、そして、ろ、ろ、そして、と。この言葉は、るロト。日本語のロト6のことです。他の言葉、みんな知っているはずと思います。まず、この音節の読み方は、パ。このシーンの名前はペ。このシーンの読み方はペッペッペッっていう音がする。そして母音はア。一緒に読むとパ。この音節を2倍しましょう。パパ。簡単ですね。お父さんのことですね。もう一度。パパ。他の言葉しましょう。ル。そしてソ。そしてだ。集めて言葉を作ると、le soda。まあみんな多分飲んでいるソダのことですね。甘い飲み物。これはフランス語の基本の音節の作り方。子音母音を集めて。そして、それぞれの音節を集めて言葉を作る。しかし、言葉によって、子音母音のカップル以外には、独身の母音と独身の子音がある場合もあります。例えば、日本語でオーガニックっていう言葉は、フランス語でビオ。よく見ると、ベっていう子音とイっていう母音のカップルがありますが、オは一人です。一人になりました。独身の母音です。かわいそうだけど仕方がない。フランス語のルールです。この言葉はそのまま読みます。ビオ。スムーズにビオ。他の言葉はマダガスカルにあるでっかい木の名前はバオバブ。バオバブ。よく見るとB と A という子音母音のカップルがあります。そして、独身の O があります。そして、また、B と A のカップルがある。そして、語尾に、独身の子音があります。そのまま読むと、ba, o, ba, b。この字の名前は B。この字の読み方は、ブっていう音がする。だから語尾にブが聞こえないと正しくない。バオバブ。他の言葉はル、子音母音のカップルですね。そしてブ、子音母音のカップルです。そして独身の子音ス。この字の名前は S。この字の読み方はスっていう音がするという発音がする。
Dakara yomikata wa le bus to yomimasu. Soyu funi fransugo no onsetsu o tsukutte yonde, soyu funi fransugo no kotoba o tsukutte yomimasu.